パラソル同盟。今日こそ今日こそ言うんだ、この溢れる思いを。日の本ゆずさん、好きです、付き合ってください。へえ、君お姉ちゃんのこと好きなんだ。あれ、はあ、間違って双子の妹に告白した。テン、お前相変わらずバカだな。普通そんなミスしねえよ。仕方ないだろ、緊張してたし、コンタクト切れたとかで妹も普段かけてないメガネしてたんだから。だからって間違えるか。姉のゆずちゃんは真面目で優等生の大和なでしこタイプで、妹のかりんちゃんはクラスカースト上位のイケイケ女子だぞ。タイプ全然違うだろ。ま、俺なら最初から妹ちゃんに告ったことにして付き合うね。二人とも可愛いし。お前は一生誰にも告んな。そんなお前に比べて双子の弟くんは相変わらずの人気で。どうしたの。成績は常に学年トップでサッカー部のエース、おまけに生徒会長だもんな。そりゃ表になりますわ。どうせ俺は告白もまともにできないポンコツですよ。てかその告白の後はどうしたんだよ、妹ちゃんなんて。それが。へえ、お姉ちゃんのこと好きなんだ。あのこのことはどうかゆずさんには協力してあげよっか。え、その代わりハルくんの情報を教えなさい。ハルの好きな食べ物、好きな映画、最近ハマってるもの、あと女の子の好みとか。ちょっと待て、もしかしてあんたハルのこと好きなのか。悪い？いっ、ということは双子かける双子の資格関係、そんなことある？もしお互い結婚したら気まずくね。嫌なら今のことお姉ちゃんに。あ、それはご勘弁を。それじゃ契約成立ってことで。なんてこった。それでなんで俺が春の格好しなきゃいけないんだよ。知的さが足りないな。本人を取れ。本人に素直に頼めないから君に頼んでるんでしょ。だとしてもお前の愛の形はこれでいいのか。じゃ次これね。絶対嫌だ。告白、姉に言う。魂取られた。加工すればいけるか。何が協力だ、こんなのただの脅しじゃないか。俺の方が立場弱いからってめちゃくちゃ嫌がって。ねえ、 LINE 教えてよ。記念に今の写真送ってあげる。いらねえし。それにこいつに連絡先教えたら何に使われるかわかんねえ。実は俺 LINE やってないんだよね、縛られたくないっつーか。せっかくゆずの写真も送ろうと。これ俺の ID。 なんだこいつも結構いいところな。お前じゃねえか。しかもなんか食ってる。へえ、見分けつくんだ。こいつ意地悪い。俺のワクワクを返せ。てかなんだよこのパラソル同盟って。こういうのは名前あった方がいいと思って。ん？傘って人が4人いるでしょ。これがなんか私たちみたいだなって思って。それにアイアイ傘とかもあるじゃん。でも傘同盟じゃおじいちゃんの集会みたいだから英語にしてパラソル同盟。英語ならアンブレラ同盟じゃねえの。バッで学んだ。それじゃ生物兵器作ってるみたいじゃない。うわ、こいつと思考一緒だ、やだ。とにかくどっちかの恋が実るまでは一蓮托生ってことで。なんでどっちかなんだよ、そこは両方でいいだろ。もしや自分だけ得しようと。ダメ、私お姉ちゃんの恋人とは絶対二人きりで会ったりしないから。はーん、意外と律儀なところあんだな。それじゃ次から LINE で集合かけるから。ちょっと待った、同盟なら俺にもふんふん利益があってもいいんじゃないか。何か情報を。来たぞー。
うわ、痛そう。あいつがゆずはプロレスが好きって言うから買ってみたけど、ガセじゃないだろうな。グレーとこがもしかして天君もプロレス好きなんですか？マジだった。あ、すみません。お、でも天君がプロレス好きなんて初めて知りました。ギク、実はそうなんだよ。やっぱり強い男を憧れるなと思って、こういうのはかっこいいなってダイナソーシンジですか？かっこいいですよね。私も好きです。このパイルドライバーなんてほんと見事な垂直で美しいですよね。近すぎません？肩に髪の毛かかってるし、今さらって落とした。髪の毛って熱持ってる。右肩めっちゃ熱いんだが、しかもいい匂いもする。嗅ぎたいけど息できねえ。でもよかったです。今までこういう話できる人いなかったので嬉しいです。ズキューン。おお、かわいすぎる。すげえ目キラキラしてて、あんな笑顔できる人類存在するんだ。しかもプロレスの DVD 貸してくれるって、優しすぎでは。ぜひ見てほしいものが。ちょっとドジなところあるけど、真面目で優しくて本当まさに天使。それに比べてカリンは上からだし意地悪いし、ありゃ悪魔だな。まあでも今日ユズさんと話せたのはカリンのおかげだけど、プロレスは意外すぎだ。やっぱり好みのタイプもマスこんな感じなのかな。まずい、昨日のラーメン消費しなければ。ふん、スクワット。さて今度は何してもらおうかな。やっぱり悪魔だ。春のコスプレも写真もやりますので、とか今の写真は。じゃあこれ。お、食べて。何これ。マフィン、昨日帰ってから作ったの。え、手作り？まさか変な薬入りとか。そして寝てる間に俺を。さっきの写真をユズの LINE に。冗談です。別に、ただハルくんに渡す前に味見してもらおうと思っただけだよ。普段同じもの食べてるなら味覚も近いでしょ。なるほど。にしてもカリンの手作りとか大丈夫か。あー、うまっ。本当に？本当だって。私の好感度上げてユズに取り入ろうとしても無駄だから。こいつの俺のイメージってマジでうまいし、これなら春も喜ぶって。よかった。そんな喜ぶことか。私には大切なことなの。本当はこういうのユズの方が得意なんだよね。料理とか家庭的なことは小さい頃からユズの方ができて、それと比べられてきたから苦手意識あるの。あー、わかるわ。俺も春にはかなわないっていうか、勉強、スポーツ、音楽、絵、料理、性格、人望。ごめん、そこまでではないわ。でもさ、できない方が頑張る楽しさあると思うんだよね。え？俺さ、受験の時成績が絶望的で、春はあんな感じだからさっさと推薦で決まってて、春にも親にも気使われてさ、ほんとラッキーだったよ。別に私立でもいいのよ。このままじゃまずいと思って勉強し始めたんだけど、最初はできなかった問題が解けるようになったり、模試の点数が上がってくのが楽しくなってきてさ、合格した時は達成感で震えたね。できないことが多いってことは、ああいう感動できるチャンスが多いってことだろ。だからさ、好きな人のためにこうやって苦手なことをやんのもすげえいいことだと思うよ。というわけで、さっきの写真は消して。あ、ユズに送っちゃった。はぁ、ってのは嘘。ビーン。なんだかんだカリンも頑張ってるんだし、俺も負けてらんねえ。このチケットでユズさんをデートに誘い、可能なら手をつなぎ、今度こそ告白するんだ。ユズさん大丈夫？あ、ありがとうございます。どうしたのこの荷物。科学の菊池先生に頼まれて。
これ運んでくれんかの一生のお願い。ああ。デン君が来てくれて助かりました。チャールズ2世は120キロの敵も持ち上げるので私も大丈夫かなって思ったんですけど。それはさすがに無理だと思うよ。っていうか今すごくチャンスでは。未遂とはいえ一回告白してるんだ。デートに誘うくらいなんてことないはず。ユズさん。ごめんなさい。いや、くそ、タイミング逃した。ん？わあ、これはダメです。え？そりゃねえぜ。何いじけてんの？どうせユズのことでしょ。話聞いてあげよっか。こいつは知ってんのかな。知らないよな。ユズさんがハルのこと好きってことはカリンにとっては双子の姉とライバルってことで、俺は完全一方通行だったってことだもんな。にしてもハルのやつモテすぎだろ。まああいつの良さは俺が一番知ってるしな。二人が好きになるのも納得だわ。兄さん差し入れ。殺す気か。ああ、もうやめやめ。やめるって何を。ゆずさんを好きなこと。他に好きな人いるみたいでさ。いや、告白しなくてよかったわ。思い人の双子の兄なんかに告白されたら絶対ゆずさん困るだろうし。危ねえ危ねえ。カリンも約束したとはいえ、ましてや春に知られたら俺に遠慮するかもしれないし、黙っててくれてありがとな。俺の気持ちは知られちゃいけないんだ。俺はさっさと次の恋探すわ。でっせだ。決めた。私今日告白する。今日。君みたいに手遅れになりたくないし、この手紙で呼び出すの。こんな時のために。下駄箱に入れてこよーっと。ちょ、マジで言ってんのかよ。でもがっかりだな。私は君のことを応援してたんだよ。くそ、菊池先生に捕まったせいでこんな時間に。一生のお願い。あいつの告白どうなったんだろう。カリンの気持ちは知ってるけど、ユズさんのことを考えるとやっぱ応援できねえよ。星の丘公園で待ってます、木の本かりん。ああ、あいつ告白する。イエーイ。あ、バカだ。俺もだけど、なんでこんな大事なもの入れ間違うんだ。まさかこんな雨の中待ってるんじゃねえだろうな。あいつ電話出ないし。兄さん。ハル、今どこにいる。どこって、生徒会で他校に。今すぐ星の丘公園に行ってくれ。え、今。頼む。でも今からだと2時間はかかるよ。わかった。ね、そう。なんで俺がこんなことしてんだ。カリンのやつ散々バカにしてたくせに、後で絶対こき使ってやる。でももしかしたら春が来ないことを振られたと思うかも。それはさすがにかわいそうだと思うから。ブワッカちゃん、風邪ひくぞ。こっちのセリフ。でもよかった。ちゃんと来てくれて。あれ、正直来てくれるか不安だったの。もしかして弟と勘違いしてる。雨のせいで髪型が。あのね、私。なあ、待て。それ以上は。あなたのことが好きです。ああ、じゃーん、残念でした。
俺は兄の天でした。お前も人のこと言えねえな。俺と春を間違えるなんて。間違ってないよ、間違ってないよ、成田天君。でも春のこと好きって。私そんなこと言ってないよ。あ、やんだ。私は春くんのこと教えてって言っただけだし。それは確かにそうだけど、じゃあなんでパラソル同盟なんて。それはちょっとでも君の近くにいたかったから。好きな人の妹が自分のこと好きなんて知ったら、君は私ともゆずとも距離を取ると思ったから。はるくんのこと好きって装ったの。もちろん応援する気持ちも本物だよ。好きな人に好きな人がいたら諦めるのは普通だし。でも私諦め悪いみたいでさ。じゃあなんだよ、もしかして今までの写真欲しがったのも、 LINE 交換したのも、マフィン作ってきたのも、あれも、それじゃ契約成立ってことで。あれも私お姉ちゃんの恋人とは絶対二人きりで会ったりしないから、全部俺のこと好きだから。そんなのズリーじゃん。そんな大事なこと黙っとくなんて。そんなに好きなのに俺のことを応援するようなことして、それに比べて俺は何してんだ。俺はごめん、俺ゆずさんが好きだ。かりんの気持ちはすげえ嬉しい、痛いほど嬉しい。でもかりんが俺を好きでいてくれるように俺もゆずさんのことを諦められないんだ。うん、知ってる。ま、すぐ双子の妹に乗り換えんのも罰が悪いだろうしね。別にそんなんじゃ。これからはどっちが先に相手を落とすか勝負ね。望むところだ。私の方が一歩リードね。はあ？なあ、一つだけ質問してもいいか。何？急に改まって。そのいつから俺のこと。それはよかった、あった。さあ。なんだ。言わない。ちょ、気になるだろう。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。